韓国時代の感じっていうのは、その、今、いろいろ、セブンスブルースとかを、なんか聞き返して思うのは、分かったのは、明るいシーケンスが入ってないんだよ。とかね、そういうのが入ってないんですよね。で、それは、もうだからその、松本さんも稲葉くんも僕も、もう、飽き飽きって感じ、もうこれやめようよ、みたいなところでやったんで。なんでまあ事務所サイドからなんか終わってからなんか、なんかあのアルバムちょっと暗いよな、みたいなこと言われたりとかしたことはありますけども。なんか甘げとかやってる頃に。確かになんか今聞いたら確かに暗いっすよ。ただなんかいろいろ、まあその後のいろんななんかね、ビーズ関係の評論とか、まあ今回のだからその YouTube 用になんかいろんなものを読んでみたりとかしたんですよね。なんか、で、そうするとやっぱりいろんな話で、まあこっからだから、どんどんハードロックの方向に進んでいるっていう。まあだからそういうストレートにハードロックをやってて、これだけ売れてる人たちってのはなかなかいないみたいな。確かそうですし。で、まあ、いろんな人の、まあコメントじゃないや、そういう、まあ、ブログなのかな、まあ、そういうサイトの中で、そのやっぱりこのメロディーラインがやっぱりすごいしっかりしてるっていう指摘があったりとかして、もうそれが本当にもう僕は、そうだなと思いますけどね。